ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ、霊夢。どうしたの？雑学を調べてきたから、聞いてくれよ。うん、聞きたい。魔理沙の雑学、結構楽しみにしてるんだよ。ってことで今回は、知ったら後悔する雑学10選を紹介していくぜ。一つ目に紹介するのはネアンデルタール人は人を食べていただ。考古学者が、ベルギーにある洞窟を調査中に、驚くべき証拠を見つけてしまったんだぜ。なになに？ヨーロッパ北部にいたネアンデルタール人は、カニバリズムの習慣があった痕跡が見つかったんだ。カニバリズムって、人間を食べることだよね。やばすぎる。発見されたネアンデルタール人の遺骨は、約4万500年前から4万5500年前のものだと推測されているが、考古学者の発表によると、このネアンデルタール人は、仲間を解体し、骨を道具にして使っていたらしいぞ。それだけだと、カニバリズムの証拠にはならなくない？亡くなった仲間の骨を使っていただけかもよ。骨には、切ったような跡があり、これがネアンデルタール人が仲間を切り分けていた証拠になっているんだ。それに、脊髄が取り除かれていることから、カニバリズムの習慣があったと考えられているんだぜ。なるほどね。動物の脊髄で作る料理もあるし、取り除かれているっていうことは、人間の脊髄も美味しいのかな。人類の先祖に、カニバリズムの習慣があったなんて、びっくりよ。二つ目に紹介するのは100年以内に金持ちが人間狩りゲームを楽しむビジネスが誕生する可能性があるだ。100年以内に人間狩りゲームが、お金持ち向けの大きなビジネスになると、ある観光学者は言ったんだぜ。人間狩りゲーム？そんなの漫画とか映画の世界にしかないと思ってたよ。そうだよな。2200年までには、人間狩りゲームは、パーティや観光客向けのアトラクション、テレビで放映される人気番組として、一般的になっている可能性があるんだ。今の世界からは、考えられないよ。どうしてそんなことになっちゃうの？生態系と経済が崩壊することが原因で世界が荒廃し、著しい貧富の差を引き起こしてしまうだ。仮に、私がめちゃくちゃお金持ちになったとしても、人間同士の殺し合いを見ようとは思えないけどね。そうだよな。でも、これまでの歴史の中でも、公開処刑などがあったように、人間は死を見たいという衝動があることは明らかなんだ。それに、生態系が崩壊した世界ということは、人口を支えられるくらいの土地や食料がないということなんだ。だから、金持ちが貧しい人が犠牲になるゲームをただ楽しむだけでなく、増えてしまった人口を減らすことにもつながるんだぜ。金持ちが人口削減のためなどといい人間狩りゲームを始め、今までにない興奮とスリルが、さらに需要を煽ってしまうんだぜ。誰が生き残るのかかけるギャンブルにもなりそうだね。みんなが人間狩りゲームを楽しむような、残虐な世界にはならないでほしいよ。三つ目に紹介するのは人間が神の領域へと踏み込んでしまった科学プロジェクトだ。科学の進歩のおかげで、私たちは快適な生活を送れるようになっているわけだが、科学プロジェクトの中には、人間が神の領域に踏み込んでしまうようなものも存在しているんだぜ。気になる。どんなものがあるの？まずは、絶滅した動物の復活だ。ピレネー山脈という、スペインとフランスの間にある山脈には、かつてヤギの亜種であるブカルドが生息していたんだ。乱獲により絶滅してしまったが、最後の1頭の細胞を保存することができたんだ。絶滅してから数年後、スペインとフランスの研究チームが、細胞から最後の1頭のクローンを作り出し、ブカルドを蘇らせるプロジェクトをスタートさせたんだぜ。なんか、ジュラシックパークみたいだね。結局、そのプロジェクトは成功したの？いや、ブカルドは、代理母から生まれて10分後に死んでしまったんだぜ。やっぱり、絶滅した動物を復活させるのは、やってはいけないことのような気がするよ。次は、遺伝子操作をした蚊を作り出すことだ。世界的な問題であるマラリアは、マラリア原虫を持った蚊に刺されることで感染する病気なんだ。2020年のマラリアの患者数は2億4100万人、死亡者数は62万7千人なんだぜ。日本にいると、あんまりマラリアの脅威を感じることはないけど、たくさんの人が苦しんでいるんだね。ああ、一応ワクチンもあるんだが、あまり効果的ではない上に、マラリア原虫は薬剤への耐性を身につけるスピードが、めちゃくちゃ早いんだ。じゃあ、どういう風に対策しているの？蚊帳や殺虫剤だ。だが、そんな中、アメリカの科学者が、マラリア原虫に寄生されることのない遺伝子操作をした蚊を開発したんだぜ。この蚊は、子孫にもマラリア原虫に寄生されないという特性を受け継がせることができるから、あっという間に、マラリアを持たない蚊が大量発生することになるんだ。マラリアの患者を減らすことができる可能性があることは、すごいと思うけど、人間の手を加えて、遺伝子操作をしているのは、引っかかるよね。遺伝子操作をした蚊が、子供を作り、大量発生したところで、思っても見なかった副作用が起きたらどうしようって考えちゃうよ。
現在も、人間の生活を良くするためだとしても、神の領域に踏み込むような、いろんな研究が行われているんだよね。四つ目に紹介するのは可愛いけど決して抱きしめてはいけない危険な動物だ。熊やトラ、ライオンを撫でたり、抱きしめたりする人は、いないよな。そりゃそうだよ。見た目からして危険なのがわかるし、動物園とかの安全が確保されている場所以上は、近づきたくないよ。だよな。だけど、見た目は可愛いけど、めちゃくちゃ危険で決して抱きしめてはいけない動物がたくさんいるから、教えるぞ。まずは、リスだ。リスは、小さくて可愛いから、野生のリスを見つけたら、触りたくなってしまう人もたくさんいるよな。私も触ってみたい。木の実もあげてみたいな。やめておけ。リスに攻撃されることは珍しくないんだぜ。アメリカでは、リスが3歳の子供に9回も噛みついて、病院送りにしているんだ。リスに噛まれたことが原因で亡くなった人は、まだいないけど、リスに吠えた犬を、複数のリスが連携して殺した事件はあるんだぜ。クルミとかどんぐりをかじっているから、リスって、絶対歯が鋭いよね。あんな歯で噛まれたらって想像するだけで、鳥肌が立つよ。次は、白鳥だ。白鳥は、優雅で美しいイメージがあるが、縄張り意識が強く、縄張りに足を踏み入れたものは、誰でもくちばしで攻撃してくるんだぜ。ちょっと怖そうだけど、歯に比べたら、くちばしは痛くなさそうだね。うっかり縄張りに入って攻撃されちゃっても、大きな怪我をすることなく、家に帰れるんじゃない？いや、カヌーを楽しんでいた人が、うっかり縄張りに入ってしまい、白鳥にボートから落とされて、泳ごうとしている人を執拗に攻撃し、溺死させた事件があるんだぞ。それは、やばすぎる。白鳥の攻撃って、泳げなくなるほど激しいんだね。次は、ビーバーだ。ビーバーも縄張り意識が強く、縄張りに足を踏み入れたものは、誰でも噛みついてしまうんだ。漁師がビーバーの縄張りに入ってしまい、ビーバーに大動脈を噛まれて亡くなった事件があるんだぜ。ビーバーもめちゃくちゃ怖いね。ビーバーを見かけても、近づかないことを徹底しないといけないね。最後は、スローロリスだ。スローロリスは、ゆっくり動く可愛い動物だよね。あんなにゆっくりなのに危険なの？見た目に騙されるな。スローロリスは、霊長類の中で唯一、毒を持っているんだ。スローロリスに触ろうとして、噛みつかれると、その時に毒を体に注入されてしまうんだ。スローロリスの毒って強いの？ああ。スローロリスの毒は、人間も含め、たくさんの動物にアレルギーを引き起こすことができるんだ。だから、噛まれたら、高確率でアナフィラキシーショックを起こして亡くなるんだぜ。怖すぎる。可愛い動物はたくさんいるけど、野生の動物には、絶対に触らないようにするよ。5つ目に紹介するのは長続きしているカップルは無意識にパートナー以外の人の魅力を低く評価しているだ。カップルでも夫婦でも、長続きさせるために一番いいのは、パートナー以外の人に興味がなくなることだよな。そうだね。浮気や不倫が原因で別れるケースは、結構多いらしいしね。パートナー以外の人に目移りしてしまう人がいる中で、末永く幸せに暮らしている人たちもいるよな。そういう人たちは、他の人に惚れそうになっても、無意識にそんなに魅力がない人だなと、低く評価するメカニズムが働いていることが、明らかになったんだぜ。惚れそうになると無意識に相手を低く評価するなんて、すごいね。日本人全員に、このメカニズムが備わっていたらいいんだけどな。6つ目に紹介するのはいつも不平不満を口にする人は自ら健康を害しているだ。同僚や上司や店員の対応、買ったものなど、いろんなものに不満を持ち、いつも愚痴をこぼしている人ってたまにいるよな。そうだね。愚痴を言いたくなる出来事が全く起こらないわけじゃないけど、何に対しても、不満しか言わない人は、ちょっと嫌だよね。だよな。実は、アメリカの精神医学の臨床准教授によると、いつも不平不満を口にしている人は、自らの健康を害している可能性が高いと言っているんだぜ。不平不満を言って、健康を害する可能性があるなんて、知らなかったよ。どうして健康を害することになるの？いつも不平不満を口にすることで、自分の考えに取り憑かれてしまうんだ。そうなると、不安が増し、ストレスホルモンの一種であるノルエピネフリンが、めちゃくちゃ増えてしまうんだぜ。ノルエピネフリンが増えると、どうなっちゃうの？血糖値や血圧を上昇させてしまうんだ。それにより、今度はコルチゾールを放出され、大量のコルチゾールが放出されると、体重が増え、免疫機能が低下し、心血管の疾患などの原因になってしまうんだ。いつも不平不満を言っていると、連鎖してどんどん悪い方向に行っちゃうんだね。できるだけ、愚痴を言わないで、ポジティブに考える癖をつけた方がいいかもしれないね。7つ目に紹介するのは物事を先延ばしにする人は不眠症になりやすいだ。約600人を対象にした研究で、物事を先延ばしにする人は不眠症になりやすいということが判明したんだぜ。先延ばしにする癖と不眠症に関連があるなんて、思わなかったよ。そうだよな。
研究者によるといつかはやらないとと無意識で気にしちゃっていることが、不眠症の原因らしいぞ。確かに、やるべきことを先延ばしにしちゃうと、ベッドに入った時に、いろいろ考えちゃうよね。ああ。この研究は、ネット上で集めたアンケートで調査されたものなんだ。アンケートでは先延ばしにする癖があるか、不眠症か、朝型と夜型どっちか、などの質問がされたんだ。このアンケートを集計した結果、朝型の人は夜型の人と比べて、先延ばしにする人が少なく、睡眠にも問題を抱えている人も少なかったんだ。夜型は逆に、先延ばしにする人が多く、睡眠に問題を抱えている人も多かったんだぜ。朝型と夜型で、真逆なんだね。そうなんだ。またこのアンケートによって、夜型の人は自制心が乏しくて、その影響で計画することが苦手なんだ。だから、やらないといけないことをギリギリまでやらなかったりするんだね。そうだ。自分がギリギリまで手をつけなかったのに、それを後悔したりして、後悔している間にも時間が進み、完成が遅れるということが、よくあるんだぜ。やらないといけないことが終わってないと、そわそわしちゃう人って多いよね。そんな状態で熟睡なんてできないだろうしね。もし不眠症で悩んでいる人がいたら、先延ばしにして後悔していることがないか、確認してみてね。8つ目に紹介するのは朝早い授業は睡眠不足を引き起こすだけだ。以前行われた、外日リズムに関する実験によって、仕事を午前10時よりも前に始めさせることは、従業員の疲労やストレス、体調不良につながってしまうというものがあったんだが、これは大人だけじゃなくて、子供にも同じことが言えるんだ。確かに、朝早い学校や仕事は起きるのが辛くて、ストレスだなって思ったことあるけど、ただの甘えなんだと思ってたよ。それが、違ったんだ。アメリカの学校の 10% は、課外授業や追加授業をするために、始業が午前7時くらいになっているんだ。っていうことは、7時には絶対に学校に着いてないといけないから、支度する時間とか通学時間を考えると、起きるのは、5時とか6時になっちゃうよ。そんなの無理。睡眠不足にもなりそうだよ。そうだよな。アメリカでは、子供の睡眠不足が問題になっているんだ。睡眠不足は、ストレスの原因になることはもちろん、記憶力が低下したり、免疫機能が低下したりするんだぜ。睡眠不足になるだけで、いろんな健康問題にもつながっちゃうんだね。子供は特に、たくさん寝ないとダメだよ。その通り。アメリカ小児科学会は、子供の睡眠時間は、8.5 時間取るようにと推奨しているが、8時間以上の睡眠をとっている子供は、32% なんだぜ。3分の1しか、ちゃんと眠れていないんだね。使用時間を遅らせてほしいけど、現実はそう簡単にはいかないよね。ああ。イギリスで行われた研究で、16歳なら午前10時、大学生なら午前11時を使用にすると、最高の状態で授業を受けることができるとわかったんだ。実際に、使用を8時30分から10時にすると、成績が 19% も上がったんだぜ。それはすごい。時間をずらすだけだから、日本の学校も考えてくれないかな。9つ目に紹介するのは子供は本当の笑顔なのか偽の笑顔なのかを見抜くことができるだ。大人はみんな、本当の笑顔と嘘の笑顔を持っているよな。そうだね。仕事のためだったり、相手に良い印象を与えるためだったり、理由はいろいろあるけど、作り笑いをしたことがない人の方が少ないんじゃない？ああ。だが実は、作り笑いは、子供には通用しないんだ。え、そうなの。大人よりも子供の方が、そういうのに鈍いんだと思ってたよ。ドイツとイギリスの研究チームによって、3歳から5歳の子供170人を対象に、実験をしたんだ。まず、3歳と4歳を対象に、本当の笑顔と作り笑いの写真を見せて、どっちが笑っているかを質問したんだ。どんな結果が出たの？ 75% の確率で、本当の笑顔を見分けられたんだぜ。子供はどこで見分けていたんだろう？子供は、どうやら口元で笑顔を見分けていたみたいだぞ。次に、4歳と5歳の子供を対象に、双子が写っている写真を見せて、どっちの人が優しそうかを聞いたんだ。子供たちは、見た目が同じだけど性格は違うと言い、本当に笑っている方を優しそうと答えたんだぜ。ほぼ同じ顔でも、作り笑いを見分けることができたんだね。私が子供の頃も、ニコニコしていて親切だけど、苦手な大人がいた気がするよ。あれは、作り笑いだって見抜いていたからなのかもしれないね。仕事とかで、子供の前で作り笑いをしないといけない人もいると思うけど、無理に笑ってもあんまり意味はなさそうだね。最後に紹介するのは日本の驚くべき侍社会として海外に伝わっている内容がヤバすぎるだ。外国では、ポップカルチャーの側面を持っている、日本の侍。侍の情報が翻訳されていくうちに、伝言ゲームのようになり、海外に伝わっている侍社会は、ヤバいことになっているんだぜ。それ、めちゃくちゃ気になる。どんな風に伝わっているの？まずは、侍は面白半分で無差別に人殺しをしていただ。
戦国時代に、辻斬りという行為があった。侍は、新しい刀を手に入れたり、技をマスターすると、人通りが少ない夜に、通りかかった人を斬り、刀の切れ味を試した。侍は、すぐに逃げていたら逮捕もほとんどされることはなく、仮に見つかってしまっても、開き直っていたと海外には伝わっているんだぜ。確かに、辻斬りは武士が通行人を斬ることだけど、外国人は、侍全員がこういうことをしていたと思っていそうだね。次は、侍の妻たちは夫にもしものことがあったら自害するだ。侍には切腹という自殺の儀式がある。侍は、自分が切腹をするときに、妻も死することを望んでいた。侍の妻は、自分の人生がなく、夫に絶対服従だから、自害する。侍は自分で腹を切るが、妻の場合は、首をかき切って死ぬと海外には伝わっているんだぜ。妻にも死ぬことを要求するなんて、あんまり聞いたことがないよね。事実と、そうじゃないことが、ごちゃ混ぜになっているね。どこをどう翻訳していったら、こういうことになっちゃうんだろう。侍が海外で、こういう風に伝わってしまっているのなら、日本に伝わっている海外の歴史も、事実とそうじゃないことが混ざっているものがありそうだね。ネット上は特に、霊夢、今回の雑学は楽しんでくれたか？うん、楽しかったよ。また調べたら教えてほしいな。わかった。また調べたら教えてやるから、待っててくれ。うん、楽しみにしてるね。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。